おー、マドモアゼルたち、冒険者の方々とお見受けしますが、もしかしてミーの頼みを聞いてくれるというわけざんすか？そうです。それで、何の用ですの？ガティバル教授。のんのん、マドモアゼル。ミーのことはガディと呼んでほしいざんす。ガディ？ウィー、マドモアゼル。変なじいちゃんだわさ。はいはい、ガディね。わかりました。これで満足でしょ？そちらに用件を話す気がないようなので帰らせていただきます。おお、これは一本取られたざんす。実は図書館にてこのような地図を見つけたざんす。これは？ウィー、この辺り一帯のフル地図ザンス。このバッテンの印のついたところを見るザンス。何か書いてあるみたいだけど、この文字は古代文字ザンスよ。いいザンスか？ここには古代遺跡があるらしいザンス。文字はそのことが書いてあるザンス。まだ手つかずの遺跡が眠ってるザンスよ。そこでマドモアゼルたちにお願いしたいのは、このバッテンの場所を探索しに行きたいので、ミーと一緒に来てほしいざんすよ。見つけた宝物の分配はどうするの？もちろん財宝が見つかった暁には山分けと、まあこんなわけざんす。いいわ、引き受けましょう。骨折り損なんてことはないでしょうね。うまい話には裏があるって昔から言いますけどね。あちしはこのじいちゃんが気に入ったでわさ。では引き受けていただけるざんすね。よろしく頼むざんすよ。では参りましょうか。本当にこんなところに遺跡への入り口があるのかしら。特に変わったところはないみたいに見えるけどね。ガディは何か知らないんですか？ウィー、マドモアゼル、もちろん知っているざんすよ。文献によると、朱雀玄武を焼き尽くし青龍白虎に敗れん、されど朱雀青龍に飲まれたり、意図弱き者より巡りて強き者へ至らん、されば何時古の暗闇へ至るも見出さん、とあるざんす。何のことだわさ。はて、どうも遺跡の在りかを示唆しているようざんすが、ミーには何のことやら。何のことやらじゃないでしょ。学者なら何とかしなさいよ。
もちろんミーにできることなら喜んで手を貸すざんすよ。おー、なんたることざんす。どうしたんですか？残念ながらミーの専攻は考古学ざんす。それがなんだってのよ。こういった謎解きはミーの専攻分野の外にあるざんす。ミーには手の出しようがないざんすよ。この役立たず。それはないざんすよ。よろしい、ミーが心からの応援をするざんす。頑張ってざんすよ。私たちをバカにしてるわけ？怒っちゃのんのん。やっぱり変なじっちゃんだわさ。とにかくこの謎を解かなきゃ前に進めないんだから、なんとかやってみましょう。これは何？どうしたの？順番を間違ってるざんすよ。へえ、そうなんですか？間違いなく間違いざんすよ。あんたもしかして答えを知ってるんじゃないでしょうね？答えは知らないざんすが、学者の勘が働くざんすよ。その順番では入り口は見つからないざんす。文献によると、朱雀玄武を焼き尽くし、青龍白虎に敗れん。されど朱雀青龍に飲まれたり、意図弱き者より巡りて強き者へ至らん。されば何時古の暗闇へ至るもん見出さんとあるざんす。さあ気を取り直してもう一度初めから挑戦ざんす。これは何？どうしたの？順番を間違ってるざんすよ。へえ、そうなんですか？間違いなく間違いざんすよ。あんたもしかして答えを知ってるんじゃないでしょうね？答えは知らないざんすが、学者の勘が働くざんすよ。その順番では入り口は見つからないざんす。文献によると、朱雀玄武を焼き尽くし、青龍白虎に敗れん。されど朱雀青龍に飲まれたり、意図弱き者より巡りて強き者へ至らん。されば何時古の暗闇へ至るもん見出さんとあるざんす。さあ気を取り直してもう一度初めから挑戦ざんす。これは何？どうしたの？順番を間違ってるざんすよ。へえ、そうなんですか？間違いなく間違いざんすよ。あんたもしかして文献に、されば何時古降りては見たものの、何よ、
ただの洞窟じゃない。ちょっと本当に遺跡なんかあるの？見るざんす。洞窟は奥へと続いているざんすよ。この奥にきっと何かがあるざんす。考古学者の勘がそう言ってるざんす。考古学者の勘ね。どこまで当てになるんだか。まだですの。ウィーン、マドモアゼル、焦っちゃノンノン。あっちし知ってるだわさ。こういうのを慌てるカジキマグロは物もらいが映らないと言うだわさ。へえ、そうだったんですか。勉強になりますわ。違うわよ。慌てるカジバのバカ力は猛録しないが正しいのよ。あんたも思いっきり間違ってるわよ。トレビアーンザンス、これほど完全な形で遺跡が残っているとは。本当にここにお宝が眠ってるんでしょうね。なんてことを言うザンスか。このガディバルの野生の勘がここにものすごい財宝があると叫んでいるザンスよ。もしもし、考古学者の勘とやらはどこに行ったの？ともかく進むザンスよ。ほら、見るザンスよ。これぞ宝の山ザンス。なんなのよ、本ばっかりじゃない。そうザンスよ。まさかこれが財宝だって言うじゃないでしょうね。そうザンスよ。これぞ知識の宝庫ザンス。ああ、知識。目が正気じゃないわさ。おかしいザンス。顔が？そうそう、目と目の間がこんなに離れてるって違うザンス。ガディって面白いですわ。で、何がおかしいんです？頭？そうです、僕ちんちょっと頭が変なんだよ。だよ、いちいちチャチャを入れないでほしいザンス。それで何を言いたいんだわさ。ちゃんと聞くざんすよ。確かにこの本の山だけでも財宝には違いないざんす。しかしミーの考古学者の勘はもっとすごい財宝の存在を告げているざんすよ。もっとすごい財宝？またインチキなんじゃないの？失礼な。ミーをインチキ呼ばわりするざんすか。なんというか、こう今まで通ってきた部屋の雰囲気から言ってここで終わりという感じはしないざんす。まだ続きがあると。ウィウィ。じゃあちょっと探してみましょうか。こんなところに隠し通路があったのね。
床の模様は何なのかしら。ルリア、わかる？ただの模様なんじゃないの？見るだわさ、壁に何か書いてあるだわさ。どれどれ、ミーに見せるざんすよ。ユンで止めて、紅の紋章を一致せば、汝皇帝の上を歩むべし。ユンで止めて、紅の紋章を異なりしかば、汝否定の上を歩むべし。曖昧は無意になる。何のことざんしょ。こういうのは、足を踏み出してみればわかるのよ。それ。どうしてミーを押したんすか。しくじったか。
壁に文字が書かれているわ。ルリアちゃんすごい、古代文字が読めるんですか。どうせ格好だけに決まってるわさ。失礼な、この私に不可能はなくってよ。でも、さ、読んで読んで。ミーは仮にもイルボンヌ大学の教授ザンスよ。しかもマドモアゼルたちの雇い主ザンスが。この待遇はまるで立場が逆な気がするザンスよ。そうね、確かにガリーの言う通りだわ。これからは雇い主としてちゃんと優遇するのよ。みんないいわね。わかったわよ。それじゃあ教授、とっとと読んでいただけませんこと。なんかちっとも優遇されているような気がしないザンスが。なになに、我は各方位にあるもの、汝望みたる方位に我を重ねよとあるザンス。